今日午前、長岡市の山林で男性が熊に襲われ、頭を引っかかれるなど軽い怪我をしました。熊は体長1メートルほどで、その後山の中へ去ったということですが、警察は周辺の地区で注意を呼びかけています。今日午前11時半ごろ、長岡市半蔵金の住宅から、人が熊に襲われたという通報が警察に入りました。現場に警察官が駆けつけたところ、長岡市内に住む66歳の男性が体長1メートルくらいの熊に襲われたと言って近くの住宅に助けを求めていました。男性は自分が所有する山の森林を点検していたら突然現れた熊に頭を引っかかれ右手に噛みつかれたと話しているということです。熊はその後山中へ去ったということです。男性は病院に運ばれましたが、怪我の程度は比較的軽く、命に別状はないということです。警察は長岡市とともに、周辺の地区で熊への注意を呼びかけています。長岡市によりますと、これで長岡市内では、今年熊の被害で怪我をした人が3人に上るということです。